失われた地平線は1937年コロンビアピクチャーズ制作によるアメリカ映画である。原作は実在の冒険家ジョージ・マロリーに触発されたジェームズ・ヒルトンの同盟空想冒険小説。原作は発表当時社会現象になり長期にわたり売り上げ1位となった。理想郷を表すシャングリラが初めて使われた作品として有名。とりわけ、 ルーズベルト大統領が愛読し、大統領専用の公設別荘をシャングリラと名付けたほどである。祖国へ忠誠を捧げた外交官のもとに現れたのは、シャングリラへの案内者だった。理想教の住民となる資格を得た、彼は運命の人との出会いを果たす。安らぎと喜びの日々が過ぎ、やがて男は一つの決断を下すことを迫られる。 1942年の上映時は戦争批判の部分が削除され上映時間が108分となる。1952年には共産主義批判を目的に92分版が上映される。1973年にアメリカンフィルムインスティチュートがフィルムの修復に動き出し、UCLA フィルムテレビジョンアーカイブとコロンビアピクチャーズの協力により13年後に完了する。 しかし、音声部分は全長が見つかったものの、映像は125分しか見つからず動画のない箇所は静止画で代用した。その後、欠落していた1分間のフィルムが発見され、2016年に 4K バージョンが発売された。1973年にコロンビア映画はリメイクを制作した。この73年版はミュージカルとして作られたが興行。 批評双方で大惨敗し、ハリウッド業界のミュージカルジャンルそのものを社用に向かわせた。ロッテン・トマトズでは100%の支持率である。アメリカンフィルム・インスティチュートが作成したリストに複数回ノミネートされている。アメリカ映画ベスト100、映画音楽ベスト100、アメリカ映画ベスト100、10ジャンルのトップ10。ありがとうございます。